佐々木です。えー、本日は久しぶりね、あるところに相場分析をしていきたいなと思います。えー、今日が7月31日ということで、えー、先ほどね、メインチャンネルを撮りましたけども、えー、ぜひね、まだメインチャンネル見てない方、えー、チャンネル登録してない方は、えー、説明欄からね、えー、メインチャンネルの方で、えー、BTC の相場分析、えー、あとは、 え、それ以外ね、え、今日深夜に FOMC があるとか、まあ、それでどういう戦い方をしたりとかね。あとはまあ、無料のオンラインサロンもやってますので、まあ、参加しない方、ぜひ説明欄の方から参加していただいて、え、いろいろね、昨日とかもまあ、すごい活発に交流をしてたんですけども、え、BTC の相場分析、プラス、え、それ以外にアルトコインとか、え、それ以外にもね、いろんなカテゴリー作ってますんで、え、投資に限らずビジネスとかネットビジネスとか、アフィレートとか、え、ぜひね、まあ、参加してない方、ぜひ、え、説明の方から無料のオンラインサロン、ディスコードやってますので、え、ぜひね、参加してみてください。とというこで 結構久しぶりに撮ってるんですけども数日ぶりですかねあのリフとしては単純に動かないえプラスまあ投資すべきえことではないということでえ現状変わらないということで撮ってなかったんですけどもじゃあ今変わったのかというと変わってないですまだまだ落ちる可能性はあるんじゃないかなというふうに思ってますけども一応ね分析えプラスまあえ聞かれるんでねリップルとかどうなんですかとかえあるとイーサとかえあとライトコインねえまだまだ上がるんじゃないですかとかねえ聞かれるので説明していきます なんかね、一部の,そのなんかニュースメディアとか仮想通貨専門サイトみたいなところで、えー、なんか、えー、創業者の売りが加速してるみたいなね、えー、話があるんですけども、えー、じゃあそれによって下がるのかって言われれば、もちろんまあ短期的に下がるかもしれませんし、まあ、どうなんですかね、創業者の売りが加速して、結局そのリップルが使われるようになればっていうことですけど、まあ、もちろんその、じゃあ創業者は価値が上がらないから売る。 っていう風になってると思うんですね。今、現状としては。うん。だけども、じゃあ、その後ですね、創業者の買い戻しが入るのかっていうと、これはわかんない。だけども、一旦は売ってるってことは、おそらくまだまだ下がるっていう風に創業者自体が思ってるということですね。っていうことは じゃあ、リップルが下がるって思った時にに、ね、創業者が売りっているってことは、BTC も下がるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。だから僕はまだまだ BTC は少し上がったけども、ね、下降トレンドも抜けてないしまだまだショー動目線なんですけど、一瞬下がった時に、えー、どうなるのかなって感じ。プラスまあ30円とかね。リップルで言うと、やっぱり過去、ね、30円を割ったら、大体一1週間以内とかには買われているんですね。例えば27円とか28円になったら、もう一瞬、本当に ま数時間とかで戻してくるか、長くても数週間なんですよ。なので相当えリップに関して買われてきたと。ただ、上値は相当重いと。なかなか上がってない。プラス、去年、スウェル前にえスウェルってそうカンファレンス、リップのカンファレンスなんですけど、その時にえ一気にね、30円ぐらいからえ87円とか、要は90円ぐらいまでなんで、 まあ27円から買えばね、買ってればって話なんですけど、3倍になってるって感じ。なので、そういうことが起こるかもしんないと。うん。ただ全然わかんないですね。まあ、僕も一旦ね、33円とかで4月に買って、で、40円ぐらいの時にリグっちゃいましたけど、一旦上がって下がってね。えー、結局、50円も一瞬超えたりしましたけど、50円というラインとか超えてもね、結局、えー、こういうところですね。えー、超えたんだけども、これ30円ぐらい。で、ここ50円ですね。ここ50円のライン。 なんですけど、超えたけどもあんまり意味ない。ね、むしろこことかね、えー、レジスタンス超えてんでしょって感じですけど、落とされたって感じ。まあこれもよくありますあの。レジスタンス超えたけどもエネルギー不足で落ちるっていうパターン、ね。むしろ超えたけども逆方向に行っちゃうみたいな。これ転換の合図なんですけど、これもよくあります。逆もそうです。これがひっくり返って、下の方に行って、えー、こんな感じで、ね、サポートを作ってるけど、一旦終わるけど一気に戻していって逆方向に行くっていうのもよくあるパターンです。だこれはまあ覚えててほしいかなって感じです。で、ね、今現状ですけど、じゃあ 買えばいいのかっていうと、まあ、全然今買い時じゃないかなって感じです。あのー、こっから一気に上がっていくっていうパターンがもうないので、もうほぼ100%に近いぐらいですね。8割9割ぐらい。そう、b d c 相場が良くなれば。 えー、BTC プラスアルト全般が良くなればリップルもまあ上がっていくでしょうしこういう羽根が、ね、来るかもしれないですけどそれはあの僕もまた動画撮りたいと思いますけども買い時っての、ね、はやっぱりまだ8月入ってみないとプラス8月入った瞬間ではなくて少し様子見て、えー、このビットコイン含め、ね、アルトの様子、えー、もしくはまあ世界経済って言ったらオーバーですけども、えー、世界 全体の経済っていうのは、まあ、あまり、まあ、そこまで言うとね、オーバーっていう感じですけど、まあ、単純に、えー、仮想通貨市場に金が流れてくるのか、金が流れてこないのかっていうのが一番重要で、あのまあ、それを言うと、えー、まだまだ下落していくというか、まあ、このなんか底値根県みたいなところで、ね、週足見たらこうなんですよ、結局。ね、本当になんか週足見ると、なんか微動だにしないって感じじゃないですか。 でもまあ株とかの世界だとね、あの、僕もまあ勉強中ですけど、こっからね、こういうなんかちっこい上昇っていうの繰り返してきて、最終的にはこっからね、ズドン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 っていう風な感じはあるわけですよね。だけどそれで、えー、400円ぶち抜けていくのかっていうと、うん、どうなんかなって感じですね。まあ200円ぐらいとかは、えー、まあ、 なんていうのかまぐれでいくかもしれないですけど、400円とかね、抜いて800円とか、1000円超えしていくのかなっていうと、まあ結構きついですね。だビットコインで言うと1000万になるって感じですから、うともう、ね、2000万ぐらいですよね。だってビットコインで言うとね、その比率的に言うと。 ビットコイン2000万になるのかっていうと、なるかもしれないし、わかんない。で、その時に、アルトが、リップル、イーサーいていくのかっていうと、まあまあ続くと思います。僕は、ビットコイン2000万とかいけばね。要は、リップルが多分800円くらいいくって感じ、イメージ。低くても400円は超えてくんじゃないかな、みたいな。よくわかんない、こんな感じで、なんかズドンズドンみたいな、ここら辺。あの、ま本当に妄想なんですけど、あの、よく考えればね。だけど、もう安値県にいることは間違いないんで、 あのまあ、買っておいてね、まあ、放置みたいな、最悪ま布、失ってもいいお金を、えー、入れておくっていうのはいいかもしれないですね、全資金の1%ぐらいとか、うん、あんまりその、ね、10万円資金あります、貯金ありますとかっていう人が10万円分、全部リップに今突っ込むとか、もしくは8月中に突っ込むっていうのは、まあ、あまり推奨しないかなって感じですね、現物の中長期投資で、えー、プラスまあ100万持ってます、えー、10万円投資しますっていうのはあまり推奨しないですね。 あのそこまで優位性がないっていうか、リップルってもう仮想通貨の世界ではある程度メジャーになってるので、だったら10万円投資するんだったら、えなんか短期トレードでその10万円を回していく。で、残り90万は、えなんかやっぱり時期を見てね、やっぱり僕資金がえあるとか、云々の前に、やっぱり時期って重要だと思うんですよ。プラスやっぱり取得単価が全てで、あとリーグいつ買っていつ売るかって全てなんで、やっぱり時期が悪い時、今は少し時期が良くなって、 なんか停滞してるって時じゃないですか、ビットコインとかね。一旦資金が流れて下落して、で、ここから、今から上がっていくのか、もう一旦少し落ちるのかっていうところはからないところですよね。で確かに、じゃあここのわからないところでもう一発上がっていきました。150万超えて170、200万ぐらい行きました。そしたら、ますます会話ではないと。待った方がいいです、明らかに。むしろ、その、えー、FX の講座、仮想通貨トレードをやるために、えー、ね、ビットメックスとかで、えー、まあ、 短期トレードするためにね、売りを入れていくとかえ、そっちの方がいいかなって感じ。むしろ、まあ少し下がったところで押し目買いしていく。で、現物投資の何が良くないかって、短期で、ね、売買とか、ストップラインとかね、入れられるのかな僕あんまりやんないんでわかんないですけど、まあ基本メジャーじゃないです。 じゃないですか短期とりあえずストップ、あ中長期投資でストップ入れるぐらいだったら、まあ、入れないですよね、基本的にはね。だって現物で買うんだから、あの、ある程度多めに見て、急落したけども、一気にリバルかもしれないから、そんな短期でね、ストップライン入れて、一気に買られて終わるっていうよりも、あの、普通に考えたら、えー、わ、まあ、かんない。みんな人によると思うんですけど、僕はストップ入れないですね、中長期投資、の現物に関しては。まあ、大きく下がったら買いますだけですね。えー、株とかに関しても。 最近株のね、日本株もやり始めましたけど、えー、もう完全中長期投資。ね、海外でも短期トレードできるわけがないんですよね。不利でしかね、手数料もそうだし、ね、操作性も悪いしね。ね、普通にね、楽天証券とか、ね、ハイパー SBI とかの、そのね、日本で、えー、日本に住んでる人しか使えないんで、NG っていうかね、グレーっていうか基本禁止にされてるんですよね。海外使えるっちゃ使えるけども、日本でアカウント、えー、作ってね。だけど、その、海外に移住した段階で使わないでくださいみたいなことが書いてあるんですよ、みんな。大体。 なので、それで、あの、基本的に NG ということなんで、で、短期トイレでやってる人はそういうのね、板とか、まあ僕はそういうの、なんか歩みねとかよくわかんないですけど、そこまで見てるわけじゃないですか。えー、注文が入ってきてるのかなと。まあ BDC だったら板とかあるわけで、まあそれ見ればね、わかりやすいですけど、株とかも結局ね、えー、やっぱりそういうの見れた方が、 有利だし、ね、短期トレードでやる優位性ないじゃないですか。めっちゃアナログじゃないですか。勘とかなんか、うん、経験で、うん、こんな感じだな、てか、あの、やっていくっていう優位 <laughs> 性ないんでね。だったら普通に、えなんていうの、BTC とかね、全世界でも変わりないし、普通に XM で、まあ別にいろんな取引所あると思うんですけど、まあ海外のね、えまあある程度有名なメジャーな取引所でトレードやった方がいいんじゃないかなと。プラスまあ、えやりたいのは進行、 えー、国の、ね、フィリピンとかか、まあ、マレーシアは分かんないけど、まあ、僕はやっぱりフィリピンかなと思ってるんですけど、でまだやってないんですけどね、フィリピンとか、シンガポールはもう発展しすぎてるんで、やっぱりフィリピンとかね、あとはもっと発展してない国とかの、えー、株とかはね、えーまあ、不動産はわかんないですけど、まあ、不動産もなんかね、安いのだったら買ってもいいかなと思ってるんですよね、フィリピンとかも。あのフィリピンはまだまだ伸びるっていうふうに言われてるし、やっぱフィリピンの新しいその、何ていうんですかね、 企業ととかかはやっぱ伸びていくんじゃないかなと現地のね、現地しかできないものとか、なんか、ハイテク化してないんで、フィリピンとかはねま、あまあまあしてますけど、マレーシアとかも。なので、どっちかっていうと、なんか、なんかリアル産業的なものはやっぱり伸びるでしょうね、当然。もちろんなんか情報とかサービス系、なんか、ね、Google とか Facebook みたいなものも伸び、 まますけどもじゃあそれれがフィリピンかから生まれるのかっていうと、まあ、僕はちょっとだんだんね、もう、全然仮想通関係ないですけど、あの、ちょっとすいませんね。なんか、あの全然多分生まれないと思うんですよ。だったらアメリカとかのほう強いじゃないですか。シリコンバレーとフィリピンが同等になるのかっていうと、おそらくまあ、そこに至るまでに多分まあ、大きな変化あると思うんですね。ああ、やっぱりフィリピンってすごいねとかね。進化してきてるんだよね。日本並みになってきたねとかね。えー、とかはあると思うんですよ。だからシンガポール波になってきたねとかなれば、また違うと思うんですね。 そういう情報とか通信系の企業が出てくるとかで。今はまあないと思います。そういうのは。どっちかというと、だったらな不動産系の企業とか、えー、そういう株を買っていった方が、ね、やっぱり伸びると思うんですよ。その現地のか、えー、不動産を買うよりも、伸びてる不動産会社の株とか、もしくは今一旦、えー、下がってるけども、やっぱり新興とかね、あとはそのインドとかもそうですけど、お、ね、よっていうか、えーね、もう25歳とか25、6歳でもう全世界のホテルをですね、一番もうホテル数。で今もなお、なんか一日に何,何千、 質、えー、をど、えー、どんどん広げてるそういうのなんかもうなんか過去の,その業界をもう取っ払ってもなんかもうそんなことできんのみたいなことが、えー、僕もだからやってきてとすごい思ってるんですけどだから、えー、こういう YouTube 動画撮ったりもそのうちやめると思うんですけど。 あのそういう、なんていうんですかね、なんかビッグチェンジっていうか、もうなんかルールがもう違うよねみたいな。例えばタクシー業界も、もうタクシー業界はタクシーを買わなきゃいけないわけですね。タクシーを車を買って人を雇わなきゃいけない。だけど、ウーバーとか、ね、マレーシアとか、ね、あとはアジアとかで言うとグラブっていうのがあるんですけど、まあウーバーみたいなものです。あとウーバーイーツとかあるんですけど、グラブフードみたいなね。あとはフードパンダとか、まあそういうなんかピンクのね、配達できる、えー、バイクとかで配達してくれるサービスがあるんですけど、僕もめっちゃ頼んでて、2日に 一日一回ぐらい平均すると頼んでるわけですけど、飲み物とかね、あの、ゴン茶とか、タピオカのね、ミルクティーとか頼んでるわけです。本当に、ま、もうほぼ、毎日っていうか、二日に一回は絶対頼んでますね、平均したら。平均したら毎日になってきますけど、そういう感じで、あの、かなり、その、なん,ていうんですかね、もうタクシーとかは、あの、もうなんですか、 タクシー会社はタクシー買わなきゃいけないわけですけど、グラブとかウーバーはタクシーとか車買う費用がなくて、要は車を持っている人たちと車で稼ぎたい人たちとプラス乗りたい人たちをもうマッチングさせて、ライドシェアというか、それでその手数料をもらっていると、例えば1000円ぐらいの距離だったらその1000円のまあ何%、パーセント例えばえ数十円とか、わかんない数百円とか、100円ぐらいまあ10、10%はいかないでしょうね。例えば500円ぐらいとか300円ぐらいとか、300円だと 30,、えー、30円とかね。 50円とか30円ぐらいもらってやってるんだと思いますけども、そういう感じで手数料を得て、で、プラス、まあ、そのね、ウーバーで運転する人は、まあ、その分の、ある程度の、その、何割もらえるかわかんないですけど、そういう感じでもらえるって感じじゃないですか。そういう感じで、ね、ウーバーとかグラブっていうのは、もう、そのプラットフォームを提供して、アプリとか、でそういうものを作って、で、プラス、どういうところで、どん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 、その、廃車を、 え、していって、配車っていうのは車をね、どこに配置していくのか。で、プラス、どういうところで、雨の日だったらどういうところに一番呼ばれる可能性が高いっていうのをね、学習していって、でそういうところで最適にその、ね、車を多く集めておく。もしくはそのグラブのドライバーに、今雨の日なんで、ここの、 ね、駅の近くに、えー、呼ばれる確率は80%ですよ。なので、ここら辺に集まっておいた方がいいですよみたいなことが組み込まれていく感じなんですよね。そうすることで、無駄がなくなるしで、それで無駄がなくなるってことは、えー、料金も安くできるし、と、えー、いうことなんですよね、うんだふそう。古い産業が見直されて再定義されるって、これは AI、ね、孫正さんも言ってますけど、まあ、本当にそういう風になっていくるんじゃないか。だから僕もトレードも あの、まあ、極めていきたいと思ってるんですけども、まあ、やっぱり何かを極めるってはすごい大事だと思ってるんで、だけど、そもそもなんかルールが変わるみたいなね、もうトレードで稼ぐっていうよりも、なんか、もう新しいなんかもう概念がね、AI でトレードするみたいな、ゴールドマンサックスもなんか、えー、ほとんどで AI でトレードしてるみたいなこと言われてますけど、まあ、それがね、一般人が使えるかっていうと、ね、そういう情報とかね、そういうものは回ってくるわけやないわけですけど、でも、その、そういうものが他にもやっぱり眠ってるんじゃないかなと思ってます。あの、なんていうのかな、その、 僕でも誰でもやっぱりその変えられるけども、まだ気づいてない市場、ね。僕も色々あると思ってるんですけど、ね、結構アイディア貯めてるんですけどね。だけど、その、なんていうのかな。えー、一般人にはできない、えー、三人消費権が高いみたいなものを僕はやっていきたいかなと思ってます。だから、そういうものがやっぱりやれると、その投資とかビジネスの中でもその、ね、だから何でも稼げると思うんですよね。 あの裁判員さんとも言ってますけど、豆腐屋、俺らが豆腐屋やっても稼げると。だけど、そのね、世の中を変えるとか、収益率を見たときに、豆腐屋とかね、えー、もやし屋、もやしを育てたりとか、でも儲かんないわけですよ、結局。なぜその Google とか、えー、Amazon とか Facebook、えーえー、Apple がね、儲かってるのかというと、結局全世界で、まあ、インターネット関連なわけですけど、全世界で売り上げが立つっていうのが一番強いわけですよね。 で、プラス、その全世界で売り上げが立つし、同時進行的に売り上げが立つし、え、プラスそれが、結局、アメリカの、えー、税率の安い、えー、ところで、まあ、ま、いわ税率も低いし、プラス、えー、原価はね、アップルとかありますけど、まあ、どこもね、えー、広告費とか、えー、プラス、ま、人件費とかかかってるわけですけど、でも限りなくやっぱり安いわけですよね。プラス、ま、全世界から、え、売り上げを取っていけるっていうのは、まあ、これがめちゃくちゃすごいことかなと思ってます。だから僕も、 え、日本語圏だけじゃなくて、やっぱり英語圏にもビジネスをするべきだし、まあ、プラス、え、FX とかね、BTC とかの世界っていうのは、仮想通貨の世界っていうのは、やっぱり全世界繋がってるわけなんで、基本的にはね、投資とかトレードに関しては。だから、全世界的に見て安いのか高いのか、今後どうなるのか、短期的にどうなるのか、中長期的にどうなるのかっていうことをえ考えていかなければいけないということですね。だから、ニュースとかもやっぱり、え、全世界のね、英語のやつとかも見ていかなきゃいけないし、も,もちろん翻訳されたものでも十分かもしれないですけど、やっぱりまあ、 将来的に結局英語でね、ビジネスとか投資やっていくんだったら英語を覚えた方がいいっていうことで僕は英語を勉強してますけどね。なので、短期的にどうなるのかっていうよりも、今ね、アルトに関してはほんと全滅してますけど、あの、なんていうのかな。まあ、触るべきではないえって感じで。で、あ、そうだ、リップリ以外も話しておいてないですけど、まあ、イーサーとかね、ビットコインキャッシュとか、うん。僕も毎日見てますけど、まあ、ライトコインは、 今若干見ましたけど、まあ、ここの加工トレンド、ちょっとここ強めに抜けてきそうですね、ここで。ね、これちょっと強い陽線出てるんで。だからこれで BTC も、あ、今上がってますね、確かに。ただこの後どうなるかですね、ちょっとまあ、飛ぶにしては弱いかなって感じ。少し上がって、売られて、少し上がって、売られて、少し上がって、少し飛んでますけど、まあ、飛ぶときってね、もっとエネルギーあって、バコンと上がっていくんでね。 あの出来高もないっすね。出来高もないんで、まあ、おそらく真下に落とされるんじゃないかなと。もう少し伸びるかもしれないけども、いやいや落ちるんじゃないかなといった感じですね。はい。まあ、微妙に高値でキープしてますけどね。今、こんな感じで上がってきてるって感じ。BTC。まあ、1時間足。あと1分とかで見ると、こんな感じでね。 まあこれが強いと見るのか弱いと見るのかって微妙ですけどまあ結構伸びてきてますねちょっと今えそばに戻りたいと思うんでこの辺にしたいと思いますぜひね今回の動画良かったなと思えば結構17本も撮ってますねグッドボタンとチャンネル登録お願いしますあちょっと上超えそうだなこれちょこの辺にねしたいと思いますえということで本日のね動画以上になりますごれいただきありがとうございました